なった。初めて見るフレンズね。飯綱とマメシカの仲間かしら。あのね、この子はさっき川で溺れてたところを僕たちが見つけたの。自分が誰なのかどこから来たのか何にも覚えてないみたいなのよ。とっても賢い私ですが、こんな翼も尻尾もない珍しいフレンズはあまり見たことがないのです。何をそんなに驚いてるのかしら。ワシミミズクが空を飛べるのは当たり前よ。この獣、もしかすると。わしみみずくさん、何かわかったの？翼も尻尾も大きな耳もない獣。思い当たる節があるとすれば、はるかに非常に似てるのです。やっぱり僕もなんとなくはるかさんみたいだなーって思ってたの。だってね、幸雲龍さんとお話ができるの。うん、それはとても興味深いのです。幸雲龍と話すことができるのは確かにはるかだけね。私が挨拶してもいつも返事をしてくれないのよ。そうだ、あんた試しに何か幸雲龍と喋ってみてよ。お大事に。喋った。つぶ濡れのまんま寒そうなの。川から上がって時間が経つのに全然毛が乾かないのね。これじゃあくしゃみもするわよ。やはりこのフレンズ、はるかと似ているのです。なかなか毛が乾かないところもはるかと共通しているですよ。にすっごく優しくしてくれるお姉さんなの。そうだわ、はるかさんに聞いてみたらわかるんじゃないかしら。僕もそう思うの。それにはるかさんのところには温かい毛布も飲み物もあるの。ところへ行ってみようなの。日が昇ってきたし、すぐ出発しましょう。飯綱とマメシカならきっとあなたの役に立つわよ。それじゃあカバ、わしみみずく、行ってくるわね。元気でね。みんな気をつけるのよ。